本日は8月18日、深夜3時14分になります。速稼塾の久保が今日も暗号通貨ニュースをお届けします。まあニュースじゃないですよね。完全にテクニカルですからね。まずはね、ADA の方からお話していきます。ADA は、まあ14円から16円のボックスに入ってもう久しいわけなんですけども、毎日これを前提にお話しております。今15円なんで、ちょうどボックスの真ん中ぐらいにいますよね。で、これがですね、16円を突破すると、今度16円から18円のフェーズ、もしくは16円から20円のフェーズに入ることが考えられますので、そういうことを前提とするならば、今が仕込み時ではあります。ただこれからね、値下がりをする可能性があるってことを大きく捉えるようでしたら、これは仕込むのはちょっとリスクがあるんで、そこの兼ね合いだと思います。で、ファンダメンタルのことを暗号通貨の時はね、よくお話しされる方がいますけども、私ファンダメンタルは一切無視なんですよ。というのが、FX で勝てるようになったんで、FX の理屈をそのまんまこっちに持ってきてるだけなんで、以前はね、暗号通貨ニュースって言って、いろんな世の中の情報とか、要人発言によって予測を立てる部分がありましたけども、これはもうね、宝くじなんですよ。そのね、誰が何を言ったからとか、どんなプロジェクトが進んでるかなんて、捉えきれないですから、少ない時間では。でも唯一、この、ローソク足とね、チャートを見るだけで、これを見るだけで、次の値動きが分かるかどうかっていうのは、これテクニカルなんですよね。だから私はテクニカルを手に入れて、ニュースの検索なんてもうしない。ね、コインテレグラフとかも見ずに、この、値動きだけで次の値動きをまあ考えていくってことで今のところねうまくいってるかなってことですよね。以前はだから12円から14円の間で推移してる時っていうのは仕込み時ですよってことを話して、今は14円から16円の間に入った時には利確ができるって話になりましたよね。で、もっと言ったらですね、2円から4円の時これをお勧めしていたわけですよ。まあ進めるっていうかね、2円から4円の間で私はしっかほっか買ってきたわけですよ。いろんなところの余剰資金を ADA の方に追加して、それをね、2円、4円、4円、6円の時にやってきたわけですよね。で、10円を超えたらもう私買いませんよっていうふうにお話して、今買ってないわけですよ。もう今は買いませんからね。仕込み時は私の中で終わったと思ってるわけなんですよ。まあですんで、もう今はね、本当に安心して見ていられるなってことなんですけども、皆さんは、もしかしたらこれ今日初めて見る方がいるかもしれませんから、ADA ってのは2円から4円の間も長かったってことをね、ずっと念頭に置きながらやっていただきたいと思いますし、もともとこれ 0.2 円でしたからね。0.2 円からここまで来て、かと思ったら2018年の冒頭ってのは、今度150円ぐらいになってるわけですよ。今の10倍ぐらいの価格だったわけですよ。そうなったら、2018年とか2017年に ADA ってのを知った方から見ると、暴落中なんですよ、まだね。で、そういった相対関係もありますんで、いつもリスクをはらんでいるってことと、取得単価をね、いくらに設定して、で、その取得単価で買ったコインってのは、どのぐらいの値幅を期待してるのかってことを明確にしとかなくてはなりませんよね。今日はこれから BTC と、それから XRP のこともお話しますけども、大事なのは、いくらの利益がいつまでに欲しくって、いくらまでなら投入できるのか、そして、どのぐらいの損失だったらそれを許容して、リジェクトできるのか、離脱できるのかってことを決めてない人はやっちゃダメってことなんですよ。で、投資の前提として私のね、動画を見てる方ってのは、投資の前提をよくね、理解していただいてると思うんですよ。四つの原則、今お話しましたよね。もう一回言いますけども、いくら稼ぎたいのか、いつまでに稼ぎたいのか、いくらの金額までなら投入できるのか、そして、いくらの負けだったら、ドローダウンして、許容できるのかってことですよね。損切りラインの設定ですよね。この四つの条件整ってない方っていうのはもう単なるギャンブルですから。だからギャンブル発想になるから、テクニカルも学ばないし、ファンダメンタルっていうんですかね。誰かの言った情報に左右されて、ああ、値上がりするって言ったらね、上がらないじゃないかな、みたいな感じで、人を詐欺師扱いするわけですよ。そういう低レベルな人はもう投資やっちゃダメですからね。はい、じゃあビットコインの方行きます。ビットコインは130万円に今度入るっていうことをお話しましたけども、今130万円になってるわけですよ。で、もう115万円は割らないよと。それで、推移してるところが、もうここですよね。115万円から、130万円までの間だったんですけども、今130万円を突破したわけですよ。これ見てください。130万飛んで8356円だったでしょ。で、こっから今度は150万目指しますからね。このビットコインっていうのは。ただ、一旦130万を超えた時に、利確という調整が起きる可能性があります。それは用心してくださいね。いいですかね。先ほどお話したのと同じ理屈で用心するっていうのは具体的でしょ ?4 つの投資の条件。もう言いませんから、どこメモしといてください。では、リップルの方を見ていきます。リップルは私は、はっきり言って諦めていました。ただ、
26円を超えたあたりから、リップルももう一回見てみようかなと思うんですよ。私の平均取得単価は43円なんで、まだ10円の含み損を抱えている状態です。で、おそらく私のリップルの保有枚数も、この動画を見てる方の誰よりも多いと思います。まあですんでね、私が決済すると、多分これ値動きに影響があるんじゃないかなと思うんですよね。影響があるっつってもね、10円変わるみたいな話にはならないですよ。少なくとも1円ぐらいは変わるんじゃないですかね。そう考えていくと、以前みたいに何月何日に決済しますってことは私もう言いませんので、勝手に決済しますからね、こっそり。で、後から言いますから。で、今まではいつ買っていつ売るみたいなことをずっと言ってましたけども、それはですね、私の購入枚数が少なかったからなんですよ。でもこれからはそこぞの金額買っていきますし、売っていきますんで、もう言えませんのでね。すいませんけども、ご自身の、このね、ファンダメンタルなりテクニカルを、見つめ直してください。私からはもう言いませんので。言うと、予告で、あれですよね。購入とか決済とか言うと助かったでしょ。それによって得た利益でこれから自分で勝負してくださいという形でございます。では、XRP も33円突破しましたんで、ちょっと調整入ると思いますけども、35円から40円を目指していくんではないかなってことが、私のテクニカル理論では考えられるようになってきました。なんせですね、XRP のテクニカルっていうのは、どこまで利益を見込めるかっていうと、これ、1年とかやってみましょうか。うん。だから前のね、値動きに戻ったこの半年前の値段に戻っただけですよ、今。で、マックス行くと、140円とか、400円とかつけてる時があるわけですよ。だからまだまだ、私の考えでは、この XRP っていうのは、テクニカルで考えればですよ。XRP が最初から詐欺だったみたいなことを言うと、もうこれ話にならないんですけども、結局ね、XRP が詐欺であっても、そっから、需要が生まれれば、結果的に詐欺ではないわけなんですよ。だから XRP は詐欺なんだっていう人ね、いると思いますけども、どういう成り立ちでスタートしたのかってことは実はあんまり関係ないんですよ。こういったものに関しては。この XRP を利用したら何かプロジェクトができるなっていう方が存在する限りはリアルなんですよね。詐欺でも何でもないわけなんですよ。ただ、みんながね、見放して、この仕組みはいらなかったねってことを考えたときに XRP は買われもしないし、売られるだけってことになりますんで、その時にはね、大いに、XRP は詐欺だったっていうふうに言ってもらってもいいですけども、これは詐欺というよりも、プロジェクトの失敗ですから、そうなった場合は。まあ詐欺ではないんですよね。スピンドルとかノアコインってのもありますけども、まああれも別に詐欺ではないんですよね、きっと。あれで何かをしようとしたけども、失敗したというふうな捉え方なんじゃないですかね。まあ当事者に言わせればね、いや、これはまだ、先があるんだ。長い目で投資は見なくちゃいけないんだって言いますけども、長い目で見るのは確かなんですけども、見込みのないのは長い目で見ても一緒ですからね。あ、すいません。名指しをしたようですけども、スピンドルとね、ノアコインを目の敵にしてるわけではないですよ。私、両方とも、そんなにね、まあやめときましょうか。はい。皆さんのお考えはね、皆さんのお考えで尊重してあげてください。私はテクニカルだけで、これからも暗号通貨、それからドル円、買っていきます。私はずっと買っていきます。ただ、やっぱりね、あらこうだいって、と言っても、自分なりの理論理屈を展開しても、勝ってなければ投資じゃないと思いますよ。やっぱり、その辺は、自分だけが知ったかぶりすると、現実的にはお金増えてるんですかって話ですからね。それ以外に目的ないじゃないですか。この、暗号通貨にしても、FX にしてもやる目的ってのはないんですよ。お金が、自分のお金が増えたかどうかだけに興味があってやってきてるはずなんですよ。それをいつの間にか、なんか、学ぶことが楽しいとかって綺麗事になっちゃうからお金持ちになれないんじゃないかなと思います。私はね、投資をやるときは、金持ちになること一点を求めていきます。ビジネスのときはね、世のため人のためっていうこともね、全然できますけども、これ投資って世のため人のためってあまり、考えてないと思うんですよ。ぶっちゃけ。自分のお金が増えればいいでしょ。それ以外、考えたにしても、その割合ってちっちゃいと思うんですよ。そこはごまかさずに、私の相場解説なり、暗号通貨ニュースでは続けていこうと思いますけどもね。はい。では以上です。ありがとうございました。